田辺スポーツお役立ち情報コーナー。本日ご紹介させていただくのは、レディースヘルメットについて、ご説明させていただきます。女性の方でレディースヘルメットを、お買い求めになられる方が結構多いんですけれども、基本的には、こちらがメンズというかユニセックスモデル、こちらがレディースモデルなんですけれども、例えば同じ M サイズであれば、サイズは基本的にどのメーカーも一緒です。で、レディースモデルの大きな違いっていうのは、まずカラーリングがちょっと女性っぽいっていうのが一つで、もう一つはこのインナーの部分ですね。ユニセックスのモデルはこういうタイプが多いんですけど、レディースモデルはこういうファーみたいな形になってるケースが多いです。あともう一つ違うのは、通常のユニセックスのモデルに関しては、モデルにもよるんですけども S から XL サイズぐらいまでだいたい揃ってます。でレディースモデルの場合は、大体のメーカーが SM だけとか、小さいサイズだけしかないケースが多いです。ですので女性だからといって特別レディースモデルを被らないといけないということはなくて、どちらかというとユニセックスの方が、色柄であったりサイズであったりっていうのは選ぶ量は豊富なので、こちらから選んでいただいてもいいかなと思います。特にそういう色であったりとかっていうのが気に入っているっていうのであればレディースモデルっていうのも一つかなと思います。ですので、特別女性だからといってレディースモデルを被らないといけないということはないので、こちらのユニセックスモデルも含めて、色柄で選んでいただくといいと思います。以上、レディースモデルのヘルメットの説明でした。年中スキー用品専門店田辺スポーツへぜひご来店ください。